その石峰、夏になって調子はむしろ上がっています。止めたバットに当たった。しかし俊足だ。大野が取りに行く。一塁悠々セーフ。こういう足も武器です。ツーアウト一塁。キャッチャー内野安打3割3厘とアベレージも上がります。まあもう今は本当に一番いい時というか、はい、うまくいく時期なんでしょうね。そうですね、はいはい。8月この試合前までの数字は44打数の14安打3割1分8厘とチームトップの数字でした。掴んだチャンスを一気に手繰り寄せて、まあ、この笑顔から見ても調子の良さがうかがえます。さあ2アウト1塁という場面、ここは走りたいところですね。そうですね、はい、さあウルフが警戒する中1球目。ここで岡田選手がどういうバッティングをするかですよね、はい、そうですね、はい、走るのを、まあ、ワンストライクまでは待つのか、はい、それでも打っていくのかというところですね。また岡田選手も1番をずっとしていた分その気持ちなどは分かるんでしょうね、はい、分かると思いますけどね、はい、走ってきた。盗塁成功。22個目。判定はストライク。ワンエンドワンに変わります。これでチームトップの22個目の盗塁です。石峰、もうこれはもう盗塁、まあ、作戦としてはもう走るぞ、ね、走るぞというところで、まあ、ファイターズも警戒してこの結果ですから、はい、そうですね、はい、